ネクソンが運営するモープグ。通称はアラドという呼び名が多い。韓国ネクサンでの名称は、ゲーム版を元にしたテレビアニメも放送された。ジャンルはスタイリッシュアクション RPG。2005年8月に韓国でサービスを開始し、2007年11月に中国、2009年7月16日に台湾。 2010年6月9日に北米地域にサービスが拡大された。日本でのサービス開始は2006年11月。全世界で2億の ID があり、中国で220万、韓国で28万の最高同時接続者記録を持っている。基本プレイは無料、特定のアイテムに対して課金制。プレイヤーキャラクター同士が戦う。 対人戦闘が用意されている。もちろん、他のモープグと同じく他のプレイヤーとパーティーを組むことができる。一つのハンゲーム ID、またはネクソン ID で一つのサーバーにつき16体までキャラクターを作成できる。アップデートごとにストーリーが大きく変化する。テミと呼ばれる次元移動現象によって、 これまで見たことのない新しい生命体を目にすることになった人類は、新しい生命体に対する好奇心を抱いた。しかし、それもつかの間、生命体が次第に悪化し、民間人への被害が相次いだ。さらに、かつてエルフの森、グランプロリスに生息していた動植物に異変が起きた。その最中に大火災が突如発生。これを機に、 グランプロリスで暮らしていたエルフは姿を消し、代わりに暴悪と化した動植物と天意によって現れた生命体で溢れ返った。人々はそれらをモンスターと呼び警戒し恐れていた。ちょうどその時からモンスターたちを討伐する冒険者が現れる。世界の終わりに偉大な意志によって多くの神が生まれる。彼らは一つであり無限である。 無限であり一つとなると、その意志と剣能が達し得ないことなどなかった。一期と違い、大火災において、大転移が発生し、エルブンガードと、ヘンドンマヤ周辺が飲み込まれ、死の土地と化した。さらにアンダーフットが大転移の影響が、浮遊都市となり、冒険の中心部になる。そんな中、冒険者は、大転移に耐え切った聖なる樹木、シルバークラウンにたどり着く。 舞台は、大転移から巻き戻って、一機をベースに第2、第二機大転移の要素を取り入れたもの。二次元のベルトフローアクションであり、ファイナルファイトシリーズなどに代表される、ベルトスクロールアクションゲームに近い。そのため、操作は、キーボードとマウスで行うのが基本だが、ジョイパッドを使用することも可能。前述した、ファイナルファイトや国をくんシリーズに近く、 買い物や他、PC と触れ合う街と、戦闘ステージであるダンジョンとがつながっている。しかし、各、街ごとに侵入可能なダンジョンが決められている。ダンジョンは、NM の複数の部屋で構成され、入るたびに、スタート位置、ボス位置がランダムに変わる。なお、そのダンジョンのボスを倒せば、クリアとなる。ボスを倒さずに街に戻ると、スタミナが減ってしまう。 モブがいる部屋に行くと講述する疲労度が一つ減る。街とダンジョン、モブの系統リスト、モブとは敵キャラクターのこと。これらは、ほとんどが見える状態で存在しており、部屋内のモブをすべて倒さないとその部屋から出ることが、できない。モブを倒すと経験値が得られ、資金やアイテムを落とすこともある。モブと戦闘は接近しての攻撃が基本だが、 職業によって遠方から飛び道具、魔法を用いて攻撃することも可能。モブに触れただけではダメージを受けず、打撃や魔法などを受けた時に初めてダメージを被る。各ダンジョンに存在するボスは普通のモブよりも HP が高く、ほとんどのボスは HP を自動回復する。防御力アップなどの効果があるバリアを展開するモブも、いれば、攻撃を受けてものけぞらない。 ハイパーアーマーを搭載している特殊なモブも存在する。また、各ダンジョンには、チャンピオンモンスターという特殊なモブが、複数出現し、一般のモブの名前の前に、ひんやりしたなどの形容詞が付きオーラ状のエフェクトを、まとっている。通常のモブよりもやや強いが、倒すと、クリア時の報酬が良くなる。固有名詞を持つモブも出現することがあり、通常のモブに比べて、 特殊な攻撃を仕掛けてくるものがほとんどである。なお、ダンジョンレベルを上げるとそのダンジョン内にいる、ボスを含めたすべてのモブのレベルと体力が上昇し、攻撃などの動きが速くなる。アクト3アップデートにて、特定の条件を満たせば、ヘルモンスターなる、ボスモブよりも、かなり強いモブが出現するようになった。前述した通り、NM の複数の部屋で構成され、入るたびに、 スタート位置、ボス位置がランダムに変わる。デフォルトで N キーを押せば全体表示になるが、今いる部屋と今まで通った部屋しか表示されない。ボス部屋以外は前述にもあったようにその部屋のモブを全滅させないと別の部屋には行けないようになっている。HP が0になると倒れてしまい、コンティニューコイン使わないとそのダンジョンの探索を続けられなくなる。 復活をしなかった場合、街に戻され、スタミナが減ってしまう。ボス部屋では、ボスモブを倒してクリアしても他の部屋には行けず、街に戻るか、もう一度同じダンジョンにはいるか、他のダンジョンに入ることになる。それぞれの部屋に歩き当たるなどのオブジェクトを攻撃すると、回復アイテムなどを落とすことがあり、敵が出てくるオブジェクトも存在する。 稀に、オブジェクトを攻撃すると要請が出てくることがあり、触れれば、HP 回復や、一定時間ハイパーアーマー付与などの効果が得られる。初めて入るダンジョンでは、難易度を選択できない。特定の条件を満たすことで、ダンジョン入場時に難易度を選択できるようになる。また、特定のクエストを受諾する、クリアすることで出現するダンジョンも存在する。また、 ダンジョン練習モードが日本におけるセカンドインパクトアップデートにおいて追加され、経験値が入らない、疲労度が消費しないなどの特殊な環境でダンジョン攻略の練習ができるようになった。難易度の選択条件レベルごとに最高難易度が違い、序盤のダンジョンでマスターやキング、スレイヤーは登場しない。特殊、ダンジョンアクト6アップデートにて実装された特殊なダンジョン。 ウェストコーストから侵入できる、亡者の強国エリアに存在する。死亡の塔、名猛の塔、無限の祭壇の3つのダンジョンが存在し、以下に共通部分、おののの塔の違いを述べる。異界ダンジョン2009年5月13日のアップデートにて実装されたダンジョン。アルフライラに入り口が追加され、次元の亀裂エリアに存在する。 各ダンジョンは1日に入場できる数がそれぞれ決まっており、70レベル以上でなければ入場できない、3人以上のパーティでないと入場できないという制限事項がある。また、高待ちというステータスも追加され、難易度ごとにその水準という形で高待ちが設定されていて、それを上回るか下回るかで、ダンジョン内のステータスに影響を及ぼす。 クロニクル装備と呼ばれる特殊な装備にう待ちが設定されており、装備の部位により値が違ってくる。各プレイヤーキャラクターにあるダンジョンの探索可能な数値。最大で156あり、ダンジョンに入場すると一つ減り、モブがいる部屋に入ると一つ減る。例になると、ダンジョンに入場できなくなる。なお、1でも残っていれば、ダンジョンに入場することができ。 探索も可能。毎朝6時になれば156に戻される。課金を行うことで、最大234にすることができる。レベル18以上で、ダンジョンをクリアせずに街に戻ると、現在 HP、現在 MP が、最大 HPMP の、約10分の1に減り、挫折状態となる。一定時間を過ぎれば、元に戻る。減ったままダンジョンに行くことも可能だが、 ほとんどの場合危険であるが、司法地など即死したい場合に、あえて挫折状態になることもある。出子屋にゴールドを支払えば、すぐに元に戻る。レードダンジョンなど特殊なダンジョンは、挫折状態にならない。ダンジョン内で死亡後、復活の時に消費するアイテム。制限時間内に復活しなければ、クリアを放棄したとみなされ、強制的に町に戻された上に、 スタミナ現象のペナルティを与えられる。コンティニューコインを使用すると、HPMP などの全状態リセットされ復活し、同時に PC を中心とした衝撃波が起こり、衝撃波のエフェクト範囲内のモブにダメージを与えて吹き飛ばす。ランクに影響のある非ダメージ数もリセットされる特徴を利用して、 ダンジョンクリア時のランクを良くするためにわざと倒れて、わずかな非ダメージでボスを倒すという方法もある。パーティープレイの場合は、死亡した味方へ使用することも可能であり、どの時点でも、誰に対しても使用できる。なお、パーティーメンバーの最後の一人が死亡した後に、制限時間の10カウントが始まり、誰も復活しなかった場合、全員外に戻される。 異界ダンジョンなどでは使用できるコインの枚数に制限がある。制限枚数はパーティメンバーで共有する。キャラクターを新規作成すると無料で支給される。その場合、会員サーバーでは5枚、ディレジエサーバーでは10枚支給される。1枚以上使用した際には、毎朝6時に会員サーバーでは1枚、ディレジエサーバーでは2枚支給される。なお、イベントによって、 新規分、非支給分のコイン枚数が増えることもある。課金アイテムとして購入して増やすこともできる。また、コンテニューコインが例枚時のダンジョン内での死亡の際にも、ネクソンポイント50円分があればその場で購入して使用することも可能。課金アイテムであるために、パーティでトラブルの元になることもある。他の PC と対戦ができる。戦闘は決闘場で行われる。 入場条件は50レベルから。決闘開始時、その部屋では一定のレベルが設定されるので、初心者でも問題ない。対人戦闘をするには、街にいる時のみコマンドの、決闘場をクリックし、一般決闘場、自由練習場の2種類の中から1つ選ぶことで、決闘場に入れる。決闘で勝っていくうちに決闘経験値がたまり。 一定の値を満たせば等級が一つ上がる。また、勝利すると、勝利の証を獲得することができ、勝利の証でレアなアイテムを特定の NPC から買うこともできる。一つの決闘部屋に最大8人まで入ることができ、ルームリーダーは戦いの舞台となるステージを選択可能で、ルームにいるメンバーを追放する権限を持つ。部屋を作った PC が、 最初のルームリーダーであり、毎回戦闘の勝敗で決まり個人戦では勝者、チーム戦では勝利チームで、ポイントが一番高いものがルームリーダーになる。画面上部に各 PC のアイコンおよびピン口が表示され、アイコンにパソコンのようなマークにより点灯することもある。また、ルームの名前によりその部屋でのルールが決められていることがあり、決闘をするのであれば、 そのルームごとのルールに従うのがマナーである。また、一部の強力な装備については、使用を禁止、自粛することを勧められているものがある。街での決闘について、戦いを申し込みたいキャラクターをクリックし、戦おう、を押せば戦うことができる。戦いを申し込む方は一定のゴールドを支払うことになり、申し込まれた方は、その戦闘を断ることができない。 パーティで戦いを申し込むと、支払うゴールドが減る。街での決闘は、決闘チャンネルのように能力の補正がかからない。また、覚醒スキルのクールタイムが無効になるため開始直後に、覚醒スキルを放つことができる。戦闘後、勝った方は減った HP の分だけスタミナを背負い、負けた方は、幽霊状態となる。幽霊状態になると、 その場から動けず一般チャットが利用できなくなるなどのペナルティが課される。一定時間が経てば元に戻れる。ちなみに申し込んだ方が勝った場合、申し込んだ PC の無法成功が上がっていく。無法成功が上がれば上がるほど、その PC の名前が赤くなっていく。前述したようにファイナルファイト系のベルトアクションに近い。しかしそれらとは違い。 格闘ゲームのようにコンボやエアリアルなどの技術的要素があり、これが決まると画面右上あたりに表示が出る。これらの要素で高評価を得るとクリア時にボーナス経験値が加算される。評価要素カウンターとバックアタックはダメージにもボーナス補正がつく。現在、サーバはカインとディレジエのみである。一つのサーバにつき複数のチャンネルが設定され、 それぞれのチャンネルにはエリア名が表示され、そのチャンネルに表示されているエリアのダンジョンに入場し、クリア後に追加経験値をもらえる。例、エルブンガードのチャンネルにログインし、エルブンガードのダンジョンをクリアすれば、ダンジョンクリア後に追加経験値が入る。プレイヤーキャラクターは、別サーバのプレイヤーと同時に、プレイできる。サーバリスト今後サーバは追加される予定はない。 課金アイテム。装着すれば、特徴的な外見変化とともに、様々な効果が得られ、ダンジョンや決闘で有利になる。アバターを装着した数に比例して、ダンジョンクリア時に経験値ボーナスがもらえる。ポイントショップで直接購入するか、競売上、他プレイヤーとトレードを介して入手できる。アバターにはランクが存在し、ノーマル、上級、改め上級、レア、 改めレアがある。ランクが高ければ高いほど入手しにくいが、ランクが高いほど効果が高い。課金アイテムのミスティックキューブで同じ職業、同じ部位のアバターを合成して上級アバターを作成できる。ランダムにすると上級かレアのアバターが作成される。一部アバターは有効期限があり、イベント限定のアバターも存在する。 アラド戦機には装備品やアイテムに重量が存在し、アイテムウィンドウであと、どのぐらい持てるのかを確認できる。最大重量を超過するようなアイテムを拾うことは、できない。最大重量を増やすには用部くらいの装備品で、あげるか、アバターの用部や、特定の称号であげることができる。倉庫にも重量が存在し、初期状態では、スロットは8つ。 重量は 8kg であるが、課金アイテムで拡張できる。ログイン時のゲートに郵便箱が置かれており、これを用いてアイテム、お金、アバターを送ることができる。自分のサブ PC に送ることも可能で、郵便を送るには、手数料を払うことになる。アイテムを送る場合はさらに手数料が上がる。クエストは6種類存在し、内容は敵を一定数倒す。 アイテムを持ってくるなどがある。クエスト達成時に、アイテムやゴールド、装備などがもらえる。シーズンにアップデートによりクエスト達成時に、レベルに応じた、経験値がもらえるようになった。以上のような点を踏まえて、競売場を利用するときは気をつけなければならない。街でパーティーを募集できる。もちろん、加わることも可能。パーティーは、最大4人で構成され、 リーダーのみ行き先を決定できる権限を持つ。パーティータイトルにより、行き先が決められているものもあれば、レベルアップや、特定のクエストを手伝ってほしいなどの旨が書かれている、時もあるため、g p c の目的と合わない場合は加入しない方が良い。パーティープレイは当然だが、対人関係なので、他人への礼儀として、挨拶や言葉遣いに気をつける必要がある。他、 PC との会話に欠かせないのがチャット。通常は、PC の上に吹き出しが出現するが、特定の相手 PC、パーティーメンバーになっている PC のみ、などの会話も可能。また、遮断登録をすることができ、遮断された相手 PC は、遮断をした PC とチャットができなくなる。中には、ストーカー的な性質のプレイヤーも存在し、遮断された相手に対し、 別の PC で文句を言うなどのトラブルも発生している。一つのアカウントが別アカウントから遮断登録された数が増えると特殊な不名誉称号が強制的に着用される。街の不良、街の厄介者、屈辱の冒険者と段階的に存在し、これらの称号が着用されると囁きなど特定の行動ができなくなる。これらの称号は 対象のアカウントでは確認できず、他のアカウントからのみ確認できる。ギルドに加入していないキャラクターであれば何レベルであってもギルドを創設することができる。ギルドの創設には、ゲーム内でヘンドンマイヤーにいる NPC に30万ゴールドを支払えば、ギルドの創設が可能になる。ギルドを創設したキャラクターが、ギルドマスターとなり、ギルド専用のホームページと、その管理、 運営が任される。ギルドホームページでは、掲示板によって加入した、ギルドメンバーとの交流が可能であり、ギルドマスターのみが、掲示板を作成、削除ができる。ギルドによっては他ギルドのキャラクター及びギルド未加入の、キャラクター向けの掲示板もある。ギルドホームページ上で、ギルドの運営方針などが書かれていることが多いため、それを見て加入するか否か決めると良い。 ギルドによっては掲示板で質問したり、加入前の挨拶もできるようなところもある。ギルドに加入できる人数は、最大で1000名である。ギルドに加入するには、コミュニティのギルドタブから加入したいギルド名を入力するか、加入権限を持つ既存ギルド員から招待される、必要がある。ギルドタブによる、加入申請は、ギルドマスターが承認して、初めてギルドに加入することができる。 また、ゲーム中で、ギルドマスター、副ギルドマスター、優秀ギルド員が街にいるキャラクターを誘うこともできる。ギルドに加入することにより、チャンネルに関係なく、会話が可能な、ギルドチャットが、使用可能になるほか、ギルド専用パッシブスキルが適用されるなどのメリットがある。日本で、アクト5になってから、ゲーム中のギルドウィンドウに、ギルドメッセージが追加された。ギルド長、 副ギルド長のみが編集でき、100文字以内で、ギルド内イベントの告知などを入力できる。入力された、ギルドメッセージは、画面左上のチャット欄に、定期的に表示されるようになる。また、ギルド内での投球が存在し、新入り、一般、優秀、副ギルド長、ギルド長の順番で投球が高くなっていく。前述した、ギルド専用パッシブスキルは、 一般等級以上のギルドメンバーに適用される。各等級により権限が違ってくるので、以下に、それを示す。ギルド等級ギルドメンバーの等級を操作するには、ギルド長および副ギルド長が、ギルドタブのギルドイン一覧から、操作したい、ギルドメンバーを選択すると、等級選択が表示されて、操作ができる。PC の強さを表すのがステータス。 レベルが上昇するごとにスキルポイントが獲得できる。各種ステータスは装備、スキルなどにより値が変化する。スキルポイントはレベルが上昇することで入手できる。ポイント。自分の職業 NPC からスキルを購入することができる。要求分の SP。自分のレベルがないとそのスキルは取得できない。スキルにはレベルが存在し、 スキルレベルが上がれば上がるほど効果が大きくなる。転職及び覚醒時にリセットされる。また、先行スキルがあるスキルも存在し、そのスキル取得に必要なスキルを習得していないと、そのスキルは取得できない。スキルにはクールタイムが存在し、一度スキルを使うと、次に使えるようになる時間が経つまで間、そのスキルを使用することができない。強力なスキルでは、 無職キューブのかけらというアイテムを消費して使用する一部のスキルはゲーム内通貨を消費するスキルの習得を間違えた別のスキルビルドにしたい場合などに課金アイテムを購入して SP をリセットすることができるまた後述する TP も同時にリセットされるスキルは基本的に2種類存在しアクティブスキルとパッシブスキルに分類される 自分のついた職業のスキルしか習得できないが、特定のクエストをクリアすれば、ある NPC から自分と同じ系統の職業の一部スキルを習得が可能。RPG には欠かせない状態異常。ここでは主な状態異常を挙げる。それぞれの異常に合ったアイテムを使うことでも治療できる。選択できるキャラクターは2019年5月現在16種類である。 二次職には、レベル15以上で転職できる。二次職まで含めると、キャラクターのバリエーションは59種類に上る。また、覚醒システムがあり、レベル50以上で覚醒、レベル75以上で、覚醒の上位である二次覚醒が可能。レベルキャップは現在では95から100に伸びた。新しい職業やキャラクターが、今後のアップデートで追加されていく予定である。声。 古川誠騎士に呪われ、片手が騎手と呼ばれる異形の腕となった剣士。騎士の力が暴走しないよう、鎖で縛っている。武器を用いて、リーチのある攻撃を繰り出せる職業。基本的に重い装備を身につけることが多い。武器を用いたスキルや闇属性のスキルを繰り出すことができる。また、闇属性には強いが、皇属性には弱い。 ウェポンマスター鬼剣士の二次職。鬼神の呪いを断ち切り、己の力と武器で戦うことに専念する鬼剣士。鬼剣士の職業中、唯一、貢献と呼ばれる種類の武器を扱える。他の鬼剣士の職業ほど派手なスキルはないが手数で、勝負するタイプで、武器の威力、能力を上昇させるスキルや、素早いコンボでダメージを与えていく職業。また、 武器マスタリーの習得レベルにより、対応するスキルに特殊な効果を与えられる。無論、対応する武器を装備した時に限る。ソウルブリンガー危険士の二次職。鬼神の力に抗い、騎手の鎖を解いて、鬼神の力を制御できるようになった鬼剣士。魔法系スキルを多数習得でき、MP 消費は多めだが、マスタリーにより特に気にすることはない。 パーティープレイ向きの職業だが、基本的に防御が薄くなる職業のためダメージを受けないように行動する必要がある。バーサークアーキ剣士の二次職。火山という鬼神に移りつかれ、火山症候群というものにかかってしまった鬼剣士。怒りなどの感情が高ぶると暴走してしまい、目の前にいるすべての敵をンプなきまでに叩きのめして、戦う鬼と化してしまう。 バーサーカーというだけあって、メリット、デメリットともに高いスキルを覚える。また、HP 回復スキルも持つ。アシュラキケン氏の二次職鬼神の力により、資格を失い、波動のパワーを身につけた鬼ケン氏。最高の防御力を誇る、防具、板金マスタリーを持っている。波動系スキルを習得できる。属性波動を放つことで、遠距離、近距離に対応できる。 波動のパワーを身につけたことにより、波動を用いたスキルも習得できる。剣気機剣士の二次職。2019年7月10日実装。声、上高なソードマスターデーモンスレイヤー、バガボンドダークテンプラー声、井上マリナ己の肉体を鍛え、拳や足で戦うものである。鍛えた拳や足を守るためにグローブ、ブーツなどを装着し戦う。投げ技の威力は、 かなりのもの。鬼剣士よりもリーチが短いが素早く攻撃できる。主として打撃攻撃が中心。素早いだけに出が早いスキルを多く習得できる。鬼剣士とは対照的に光属性には強く、闇属性には弱い。念マスター格闘家共通の二次色。大気の流れを感じ取り、念を身につけしものを念マスターと呼ぶ。 念を利用したスキルを多く習得できる。念を用いて、飛び道具、障壁を作ることなどができる。鬼剣士で言うところのソウルブリンガーのような職業。この職業も、基本的に防御が薄くなる上、鬼剣士とは違いガードができないため、ソウルブリンガーよりもダメージを受けないように気をつけなければならない。ストライカー格闘家共通の二次職。さらに肉体を鍛え、 拳と足での打撃の威力が増した格闘家。その肉体から繰り出される攻撃は侮れない。格闘家の中で唯一、剣刀グローブを扱える職業。鬼剣士でいうところのウェポンマスターのような職業。スピードのあるコンボでダメージを与えていく。喧嘩や格闘家共通の二次職。その名の通り、あらゆる手を用いて敵を倒す格闘家。 自分の武器に毒を塗るなど、まさに喧嘩や、高能縮ベノム免疫ポーションを摂取して毒への免疫を得てるが、副作用で、念スキルを使うと低確率で、不発気絶状態になってしまう。鋭利な武器を扱う職業。武器に毒を塗るスキルも習得できる。グラップラー格闘家共通の二次職、スープレックスなどの投げ技を極めた職業。 投げるというだけあって威力はかなりのもの。彼女らにとっては体格差など関係ないようだ。とにかく投げる職業なので相手に近づかないといけないためちょっと扱いが難しいかもしれない。しかし相手がガードしようともダメージを与えられるのが売り。声、ひや山信ぶ2011年6月29日のアップデートで追加された格闘家の男性版である。 女性格闘家同様、拳や蹴りを主な攻撃手段としている。女性格闘家との違いは一部スキルの使用が違うこと。女性格闘家のスキルを教えてくれる NPC とは別の NPC が存在し、その人物からスキルを学ぶことになることが挙げられている。また、その人物は日本独自の NPC である。ネンマスター格闘家共通の二次職。 大気の流れを感じ取り、念を身につけし者を念マスターと呼ぶ。念を利用したスキルを多く習得できる。だが、彼らは禁じられた方法を用いて、寿命を縮める代わりに、強力な念の力を手に入れている。女性格闘家と同様、念を用いて、飛び道具、障壁を作ることなどができるものの、近接戦闘が、 メインの戦法を取っている。ストライカー格闘家共通の二次職。さらに肉体を鍛え、拳と足での打撃の威力が増した格闘家。その肉体から繰り出される攻撃は侮れない。格闘家の中で唯一、剣刀グローブを扱える職業。足を用いたスキルが多い。喧嘩や格闘家共通の二次職。その名の通り、あらゆる手を用いて、 敵を倒す、格闘家。相手に狂気を投げるなど、まさに喧嘩や。女性版との違いは、近接攻撃メインではなく中距離を攻撃できる、投敵系スキルが多いことが挙げられる。グラップラー格闘家共通の二次職。投げ技を極めた職業。投げるというだけあって威力は、かなりのもの。基本的に女性版と同じだが、一部スキルの内容が、違っている。 声、スワベ純一展開に住むと言われる天人の一人で、天界の学者が作り上げた兵器である銃を使いこなす。普通の人間に比べ背が高く視力があまり良くない。銃を用いたスキルや、銃火器を用いたスキルを習得できる。独特の体術を用いた、接近専用のスキルも覚えられる。レンジャーあらゆる体制からの射撃技術、銃以外の戦闘技術などを磨いている。 銃を取り出し、発射するまでの速度が、ガンナー中最速で、速射、移動射撃、乱射などの多彩な射撃技術と蹴り技を持つ。ランチャー銃火器を用いるために訓練されたガンナー。素早く、銃を取り出すことよりも、一発の威力が、大きい銃火器を使いこなす。パーティー内では役に立つ、広報支援として人気がある。 ガトリングガンをはじめとする重火器系のスキルを習得できる上攻撃速度は遅いが、一発一発の威力は高い。重装備のため、ガンナー系の中では高い防御力を持つ。メカニックもともとは、銃、機械の修理のための職業であったが、ロボットを用いて戦う者が現れ、戦う職業としても知られるようになった。 メカニックだけに、様々な機械やロボットを用いて戦うほか、ロボットを強化することもできる。スピットファイア弾薬製造に優れたガンナー。込める、弾の選択も慎重に行うガンナーであり、特殊な弾を扱う。他には、手榴弾で敵を攻撃したり、後方からのスナイパーの射撃支援を要請することが、できる。声。 小清水網展開に住むと言われる天人の一人で、展開の学者が作り上げた銃を使いこなす。敵組織に攻撃された展開にあるゲントという都市から、敵組織を一緒に倒してくれる冒険者を募るために、アラド大陸にやってきた。男性ガンナーとの主な違いは、一部スキルの使用が違うこと、ダッシュ時の移動速度の違いなどがある。レンジャーガンナー共通の二次色。 独特の体術、銃の構える速度をさらに高めたガンナー。いかなる体勢からでも、銃を撃てるように訓練されている。銃を早く構えたり、体術スキルを多数習得できる。ランチャーガンナー共通の二次職、銃火器を用いるために訓練されたガンナー。素早く、銃を取り出すことよりも、一発の威力が、大きい銃火器を使いこなす。そのためか、重装備だ。 ガトリングガンをはじめとする重火器系のスキルを習得できる。攻撃速度は遅いが一発一発の威力は高い。重装備のため、ガンナー系の中では高い防御力を持つ。メカニックガンナー共通の二次職。もともとは、銃、機械の修理のための職業であったが、ロボットを用いて戦う者が現れ、戦う職業としても知られているようだ。 メカニックだけに、様々な機械やロボットを用いて戦う。ロボットを強化することもできる。スピッドファイアガンナー共通の二次色。銃だけでなく、込める、弾の選択も慎重にするガンナー。特殊な弾を扱える。多彩な弾、手榴弾で敵を攻撃する。様々な属性を持つ弾を放てるので、使い分けも重要。また、 この職業のみ手榴弾を空中で二つまでバックステップ中に一つだけ投げることができる。声勇気青いアラド大陸とは異なる世界にある魔界。その魔界では様々な生物が生息し魔法が発達していた。彼女らは積極的にアラド大陸に次元手にし各地で活躍しているようだ。 主に魔法系スキルを習得、遠距離から攻撃できるキャラクター。接近戦は苦手であるが、魔法で補える。全職業中、HP など近接に関わる能力が弱いが、MP などの魔法に関わる能力が高いことが特徴。エレメンタルマスター明治の二次色。火、水、光、闇の四元素を操る、正当派な明治を、エレメンタルマスターと呼ぶ。 四つの元素を用いたスキルを習得できる。属性付きのスキルを多数習得できるので、モンスターとの戦いは有利になるであろう。ただし、防御が薄いのでダメージを受けないような行動を必要とする。バトル明治明治の二次色。近接戦闘技術を習得し、チェイサーと呼ばれる魔法の武具を扱う明治普通の明治とは違い、近接戦闘が可能。 近接戦闘を得意とする明治武器での攻撃力は他の明治とは違う。チェイサーを用いたスキルを多数習得できる。サモナー明治の二次色。明治の中で精霊召喚にたける明治契約を結んだモンスターも召喚し戦う。精霊やモンスターを多数召喚するスキルを習得できる。召喚したモンスターを強くするスキルも習得できる。 魔道学者明治の二次職。魔法を科学的に分析し、多くの実験を行いながら新たな能力を得ようとする明治。しかし完璧にはこなせていない。明治の中で唯一、放器を扱える職業。スキル全般に、成功、大成功、失敗の三パターンがあり、三つのうちどれかが、確率によって発生する。 発生した状態によって使用したスキルの強弱が変化する。エンチャントレス明治の二次色。2019年7月10日に実装された。声、星総一郎2012年に追加された新キャラクター。アビスと呼ばれる生命とエネルギーの源により、全く新しい魔法スタイルが誕生し、無限に近い力を持つ強力な魔術師が生まれるようになった。 明治ではあるが、女性とは全く異なるキャラクターである。エレメンタルボマー明治の二次色。正統派のエレメンタルマスターと違い、より強力で、無慈悲な戦闘スタイルで呪文を唱え、魔法を使用する、魔術師。四大幻想偏りなく使用できるキャラクターである。氷結師、明治の二次色。考えうるすべての武器を氷によって生成し、 直接攻撃を行う魔術師。転職後のパッシブスキルによって、基本攻撃が新しいものに変わる。ブラッド・メイジ・スイフト・マスター・ディメンション・ウォーカー性、クスノキ・タイミカエルというものの掲示を受け、偽装者と呼ばれる者と、普通の人間を見分けることのできる人間をプリストと呼ぶ。動きは遅いものの、攻撃力がある。また、 回復スキルも習得できるため、ほぼ万能に活躍することができる。日本におけるシーズンにアクト3アップデートにて、プリーストの改変、覚醒の実装とともに、プリーストの基本外見が変更された。クルセーダープリーストの二次職。大聖堂で、審議加護により悟りを得たプリースト。仲間の安全と保護を最優先する。回復、支援系スキルなどを駆使する。 自分や仲間の身を守るため、防御力のある、板金を装備して戦う。パーティープレイ向きの職業なのか、攻撃に関しては、あまり良くないようだ。この職業は、鬼剣士の二次職、アシュラとは別の、板金のマスタリーを保有している。インファイタープリーストの二次職。偽装者殲滅を目標とし、修練を積んだプリースト。その拳から繰り出されるパワーは計り知れない。 武器を地面に刺して能力値を上げるスキルや連続攻撃を繰り出せるスキルを多数習得できる。大麻師プリストの二次職。武器がよりうまく扱うことができ、多数の敵に大きな打撃を与えることができるプリスト。霊力が優れているのか、遠く離れたところや、たくさんの人々の中から偽装者を見つけることができるという。武器を用いる。 物理攻撃スキルと、お札や式紙を駆使する、魔法攻撃スキルの両方があるためスキルの種類が、豊富であり、広範囲に攻撃することに優れている。物理型、魔法型、ハイブリッド型など、様々なタイプに応じて取得スキルが大きく変わる。プリースト改編によって、対魔師の板金マスタリーが追加され、通常攻撃も、武器を振るうようなモーションに変更された。 アベンジャープリーストの二次職。偽装者退治の途中で変異してしまった、オズマの力に目覚めたプリースト。プリーストの初期装備の重厚マスタリーが強化されているが、力上昇効果はなくなっている。基本攻撃もアベンジャー専用のものになっている。声、沢城みゆきクルセーダー、異端審問官が見込みストレス性雪のの、さつき黒妖精が住んでいる地域のうちの一つが、 薬病により廃墟と化したことがきっかけで黒妖精族のトップ的存在が原因究明のためアラド大陸の各地に送り込まれた。黒妖精世界におけるシーフは独特な体術を扱う専門家という意味があるようだ。黒妖精独自の体術や探検を用いたアクションなどを行える職業。死者を呼び出して戦わせる指令術も使える。また、 前述の体術により、空中戦に関して優れたスキルを持っている。ローグシーフの二次職。より体術の扱いが上手くなり、スピード特化の手数で攻めるという職業。空中で使用できるスキルが多く、全職業中、唯一二段ジャンプが可能になるスキルを所有している。また、連携点と呼ばれる、独自のシステムを保有しており、特定のスキルを、 通常攻撃からキャンセルし、ヒットさせると得られ、特定のスキルの効果を上昇させられる。資料術師シーフの二次職。死者を召喚、刺激することに長けた職業。強力な例を召喚したり、さらに強力な例を自分に憑依させる、スキルなどを持っている。既存の職業、サモナーとは一味違ったプレイができる。クノイチシーフの二次職。 女忍者を刺すノのチの名前が示す通り忍術に、長けた職業。シャドーダンサーシーフの二次職。暗殺に長けた職業。時間の扉で力を得た、既存のキャラクターを元にした派生キャラクター。元になったキャラクターの系列と同じ装備、アバターを使用可能。2019年9月現在、ダークナイト系列とクリエイターの2キャラクターが存在する。 ガイデンキャラクターには二次色がないが、多色の覚醒に相当する独自のシステムとして、自覚がある。ダークナイト聖暗言用期2013年3月6日実装。時間の扉で得た力によって、火山から抜け出た鬼剣士。火山症候群によって抑えられていたすべての力を、解放して使用できるため、今まで存在しなかった力を発揮することができる。 赤かった腕は、火山症候群から抜け出る際に黒く変色しているが、その黒い腕で、周りの危機を吸い込み、鬼剣士を超える、超人間的な力を発揮する。鬼剣士の二次職スキルを模したスキルを使用できるが、元の鬼剣士スキルすべてを使用できるわけではない。それでも使用できる、スキル数は、全職の中で最も多い。 鬼剣士系列のすべての武器マスタリーとレッザー以外のすべての防具マスタリーを持っており、使用可能スキルの幅広さも相まって魔法型、物理型、ハイブリッド型など育成の幅が広い。また、コンボシステムによりスキル同士を組み合わせた様々なコンボを組むことが可能になり、プレイヤーの選択の幅が非常に広い。クリエイター性。 水橋香織2013年5月15日実装。女明治の外伝キャラクター。非常に広範囲な攻撃範囲を持つ一方で、スキルの種類が少なく、他のキャラクターとは異なり、攻撃は全てマウス操作によって行うという非常に特殊なシステムを取る。左手はキーボードでキャラクターを操作し、右手はマウスを握り攻撃したいポイントをクリックして、 攻撃を行うという癖が非常に強いキャラクターでもある。声、内田麻也最初の知恵者にして、最後の引導者であるネメルが、自身の姿をかたどって作った存在。エルブンナイトカオスパラディンドラゴンナイト星、小野大輔2016年7月20日に追加されたキャラクター。魔の力が宿った槍を自由自在に駆使する帝国出身の闘志であり、 トとロコが消え去る際に散らばったエネルギーに触れ、特別な力を手にするようになった子供たちでありあり、使い。長装と、ハルバードを使用した、金、中距離戦闘を得意とし、多数の敵を同時に攻撃することが可能。正確な距離で戦えば高い攻撃力を発揮できる。バンガードマヤリシの二次職。常に、戦いの戦闘に立ち、誰よりも勇ましく。 敵を倒す一方で、マヤリの力に見せられた者たちの総称。マヤリ氏よりも広い攻撃範囲と高い、物理攻撃力と防御力を持って、対多数の敵を一気に殲滅する。ハルバードの扱いに長け、重厚マスタリーを持っているので多少のゴリ押しも可能。攻撃力、防御力が高い反面、攻撃モーションが遅い方なので、コンボをつなげにくいのが難点。 デュエリストマヤリシの二次職。世界各地を旅しながら、武術を習得し、決闘を行うことで磨き上げていく者たちの総称。マヤリシと同じ感覚で操作でき、鋭い操術と素早い身のこなし、数多くのスキルを駆使して敵を倒す。長装の扱いにだけ、傾向マスタリーを持つ。スキルを、 次々とつなげて、連続攻撃を繰り出す攻撃スタイルであるため、レベルが上がらないと進化を発揮できない万声型の二次色。また、長層の穂先で当てるように距離を保たないと火力が落ちてしまうのが難点。声、大塚、明夫ヒットマンエージェントトラブルシュータースペシャリスト各、キャラクターには、パッシブスキルである、マスタリーが持たせられている。 そのマスタリーにある種類の武具を装備することで、マスタリーの効果が得られるもの、あるいは関連するスキルの効果を上昇させるなどがある。基本的には、マスタリーと同じ種類の防具を装備するのが基本である。職業によっては、マスタリーと違う種類の防具を装着することで、その職業にとって良い効果を得られる場合もある。マスタリーには次のような種類がある。 2008年7月10日、韓国ネクソンにアラド1000機の開発元であるネオプルが買収され、古会社化し、運営は韓国ハンゲームから韓国ネクソンに移管した。ネオプルは日本はハンゲームによる運営形態は維持していくと発表したが、日本もネクソンに移管することとなり、ハンゲームによる運営、サポートは2009年2月28日に終了される。 こととなった。運営は遺憾されるものの、ハンゲームとのマーケティング提携契約が締結されているため、ネクソンハンゲームともどもサービスが行われることになる。なお、3月4日にネクソンによる正式なサービス開始となった。アラド戦記スラップアップパーティーは2009年4月から9月まで、テレビ、東京他にて放送された、テレビアニメ、メディアミックスとして、 同年7月から11月まで、コミックバーズにて漫画化もされた。舞台や、登場人物はアニメに準拠しているが、ストーリーは大きく異なっている。著者は、上田菊。単行本は、全一巻。登場人物、メインキャラクターサブキャラクター的キャラクター魔界、ゼロス帝国その他の敵スタッフ、主題価格割リスト放送局、アラド、逆転の輪は、 テンセントゲームズ企画、ライデンフィルム制作によるテレビアニメ。日本では2020年7月4日から9月26日まで、テレビ東京にて毎週土曜1時53分2時23分に放送された。中国では先行してウェブ配信された。登場人物スタッフ主題歌を p ED ともに作詞は、まさきエリカ。か。 カクアリスト2011年3月24日にネクソンが XBOX360 で配信することを発表した。XBOX ライブアーケードを介して2012年7月13日よりサービスを開始した。家庭用版のタイトルはダンジョンファイターライブフォール・オブ・ヘンドン・マイヤーとなる。開発は当作品を開発したネオプルとソフトマックスが行い、マイクロソフトが 全世界への流通とマーケティングを行う。ローカライズは、ネクソンコリアが、英語、中国語、韓国語を担当し、マイクロソフトが日本語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語を担当する。なお、ジャンルは、PC 版と同じ 2D アクション RPG で、ネクソンが家庭用ゲーム機を出すのは初めてになる。アラド戦記ウェブラジオカナとフミコのラジオ戦記 は、2013年7月30日から9月17日まで、音泉にて毎週火曜日に配信されていた、ラジオ番組。パーソナリティは、上田香奈と内村文子。アラド戦記スラップアップパーティーに関するカテゴリー、アラド逆転の輪に関するカテゴリー。ありがとうございます。